徳井美香様です。パパ大丈夫？うん、いや味方マジか、マジか、ジェロキロ200デミジ、マジか、ちょっとヤニスってくるわ。あー、いけますね。あー、うん、いってらっしゃい。トム、一回お茶飲もうかな。いっていいよ、お茶飲もう。いっていいけど、トム、お茶飲んじゃいますか。行こうか。あ、そのままここでするのか。あー、いいね。うん、そう、ここで外じゃなく、うん、そうそう、部屋でするのか。そう、草、これライターの音ね。最悪、エアポッツだ。っぽくないこれ。爪切りの音が一番ライターっぽいよ。うちら可愛いからね。そう、父ちゃん可愛い。そんなの知らないもんね。ここは着地に良さそうだ。父ちゃんとツナちゃんとシェリちゃんだよね。そうだよね。見るから飛ばされないようにね。シェリちゃんは可愛いからタバコなんか吸わないよね。お、俺めっちゃ吸うけどな。めっちゃ吸う、マジか。これすげえ、みんな形一緒だ。えぐ。いや、ここで引く判断。いや、さすがセリ選手ですね。ここでグリを投げて実況きた。見てよお前。できるわ。何？ここはあえて青色の時に落とす。ボールは金じゃなくて青。待って待って、うざいって。主人的ねこれ。待ってよ。うまい。うわあ、失敗だな。上行くのか。ああ、なんでや、なんでそんなことするの。何個出た韓国語の悪口。なんだこれ。いや、今褒めてたよ。本当に失敗説教。なんか、ネタなんか言ってたよね今。さすがに聞き取れたっちゃったな。やっちゃって。聞き取れちゃって、聞き取れちゃって。え、なんで上から切ったんや今の。上登ってたのかな、なんでだやっちゃって、やっちゃって。悪口ってよく聞くんじゃない今の。ん、今の、うん、全部わかってるけどな、日本人が。ネットフリでもよく言われるくない、なんか韓国のドラマ最近のイメージある。あ、今言ってる言ってる。そうか、そんなこと言うなんて。非常にツナピは悲しいです。いや、とはちょっとよく分かってないからさ。なんだそれ。なんだよ。なんか真似しただけ、真似しただけだからさ、今回ちょっと分かんないの。分かんないか。はい。